北方四島交流事業は、内閣府北方対策本部の補助のもと、北方四島交流北海道推進委員会並びに、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施している、日本人都市古丹島、国なしりとおよび、エトロフ島に居住する、ロシア人との交流事業。一般的には、ビザなし交流と呼ばれている。北方四島交流事業は、 日本人が北方四島を訪れる訪問事業と北方四島在住のロシア人を日本の各都市に招く受け入れ事業の二つに分けられる。なお、歯舞群島に対する訪問事業は一般市民の居住者がいないので実施されていない。日本人と北方四島在住ロシア人が相互に理解を深め、四島変換による北方領土問題解決のための環境づくりを 行うことが事業の目的として定義されている。具体的には日本人が北方四島を訪問することによりその風土や在住ロシア人の考え方に直接触れ、その体験を地域や職域などでの変換運動の啓発に活用することが参加者に求められている。同時に在住ロシア人との対話を通じて日本における北方領土問題の捉え方を伝え、 日本や日本人に対する誤解や偏見を解消することも目的として挙げられる。また在住ロシア人が日本を訪問することにより、日本の文化や社会の仕組み、日本人社会の利便性を実際に体験し、返還に伴う不安や障害の除去、軽減に資するとされている。日本人と北方四島在住ロシア人との人的交流はビザなし交流が唯一ではない。 日本人が北方地域を訪問する手段としては、パスポート持参の上、ロシア連邦の詐称と通行許可証を取得し、サハリン経由で入国する方法もある。逆に在住ロシア人が日本のビザを取得して、日本に渡ることも可能で、ネムロなど同等の港に魚介類を水揚げする在住ロシア人漁師もいる。しかしこの事業はこれらの渡航とは区別すべきで、 在住ロシア人の受け入れ事業は観光旅行化しているという指摘は従来からあるもののビザなし交流は単なる北方地域への旅行の圧戦ではないという点に注意すべきである。訪問事業に参加できるのは総務省外務省国示に基づき以下の条件を有するものとされている。また訪問は原則として団体で行われる。以上のほか。 ロシア側との連絡接衝のために外務省及び内閣府の政府職員が同行する。また、通訳、医師など内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認めるものも同行できる。訪問する者は以下の窓口団体を通じて計画の概要を内閣府を経由して外務省に提出する。ただし、実際は年度ごとに計画や訪問者数の枠組みを北方四等。 交流北海道推進委員会と北方領土問題対策協会内に置かれた北方四島交流全国推進協議会で協議し、決まった枠組みの中で各構成団体ごとに調整している。また、稀に北た連協の加盟団体が単独で計画、実施する場合もある計画に基づき外務省は、ロシア政府当局と協議し、ロシア政府が了承した場合に訪問は実施される。 この時、外務省において訪問団の各個人に身分証明書が交付される。そのために訪問する者は、顔写真と戸籍証本を窓口団体を通じて外務省に提出しなければならない。当然のことながら、現在北方四島に居住しているロシア人が対象となる。サハリンなど、それ以外に居住するロシア人は参加できない。なお、回数には、 制限がないため複数回参加している在住ロシア人も少なくない。北海道における受け入れ事業は北方四島交流北海道推進委員会が青森県以南の各地の受け入れ事業は北方領土問題対策協会がそれぞれ実施している。青森県以南の受け入れ事業の開催場所は年1回開催される都道府県推進委員全国会議に諮り決定され、 その決定を受けて、都道府県民会議が主管して行われる。訪問事業に関しては、2012年現在で259回実施され、延べ1422人の日本人が北方四等に渡っている。また、受け入れ事業に関しては2012年現在で179回実施され、延べ7653人の在住ロシア人を受け入れた。 在住ロシア人の訪問先としては、北海道のほか、青森県、宮城県、岩手県、秋田県、茨城県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県、愛知県、静岡県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、鳥取県、徳島県、愛媛県、佐賀県、 熊本県、宮崎県、沖縄県がある。現状において、日本人が北方四島に渡る手段は、ビザなし交流しかないわけではない。ロシアの査証を取得し、まずサハリンに渡り、ユジノサハリンスクで北方四島のいずれかまたは、全部の島に、有効な通行許可証を取得した後、サハリン航空の飛行機、または、コルサコフからサハリンクリル海運の定期船に、 乗船することによって誰でも国リ島、エトロフ島を訪問できる。四タン島には空港がないので船しか行く手段がない。ハボマイ群島には民間人がいないので船便もなく公共交通では行くことができない。定期船は3月から12月まで週2回コルサコフを出版している。飛行機は現地空港が欠航するので信頼が。 おけないが、船の運航は、比較的正確。パスポート、ビザと通行許可証さえあれば、日本人を含む、外国人は誰でも乗船できる。コルサコフからユジノクリリスクへの片道料金は、3等、約3000リュープル。なおこの方法は、内閣が1989年に自粛要請を出しているため発覚すれば、行政指導を受けることになるが、罰則規定等はないので、 ロシア側の手続きさえきちんと踏めば、海外旅行と同じ感覚で行うことができる。母産の様子。エトルフ島、流別村にて2008年7月撮影。元島民及びその親族による、北方領土にある先祖の墓所へのお参り。北海道が年3回実施しており、ビザなし交流同様、外務省発行の身分証明書によって行われる。最初の北方母産は、 ビザなし交流に先立つ1964年に北海道が主体となり実施された。しかし、1971年から1973年までの間はソ連側の了承が得られず、また、1976年から1985年までの間はソ連側が旅券の傾向と詐称の取得を要求してきたため日本側の判断でそれぞれ中断された。 2005年現在で、延べ3265人が母産を果たしている。元島民並びにその配偶者及び子を対象に、北方領土問題対策協会が委託する形で、千島歯舞諸島居住者連盟が主体となって実施している訪問事業。こちらも外務省発行の身分証明書によって行われる。1998年のモスクワ宣言に基づき、 元島民のふるさと訪問として1999年から実施されている。自由訪問と呼ばれてはいるが、数字訪問用の身分証明書の発行など、ビザなし交流より手続きが簡易化されただけで、いつでも自由に訪問できるという意味ではない。2005年現在で、延べ1099人が参加している。北方四島交流事業によって在住ロシア人にも、 北方領土問題における日本の主張が知られるようになった。特にソ連崩壊に伴うロシアの混乱期や1994年に発生した北海道東方沖地震によって北方四島が壊滅的打撃を受けた際には一部の在住ロシア人から四島返還を容認する発言が出たこともあった。しかし現在はロシアの経済成長が著しいことを背景に ロシアへの帰属意識が強まり、再び四島変換には否定的になっている。北方四島を実行支配しているロシアのサハリン州、政府はこの交流事業が四島変換による北方領土問題解決のための環境づくりの手段であるという認識を日本側と全く共有していない。フランス人がビザなしでベルギーを訪問できるのと同様、 国境を接する2国が国境地域に居住する住民の短期相互訪問を容易にするための便宜的手段であるとの認識の方が強い。すなわちビザなし訪問を許すことによって日本人がロシア領北方四島に観光旅行することを促進し、もって北方四島の経済振興を図るというのがロシア側の基本的姿勢と思われる。事実、 北方四島交流事業では日本側がロシア側現地の受入れ機関に高額のサービス料金を支払っており、国後島の友好の家の裏手には交流に参加する日本人を対象にしているとおぼし気商店がの木を並べているし、ビザなし交流に参加するロシア人にとって日本訪問は日本製耐久消費財を購入する貴重な機会となっているから、 このロシア側の認識もあながち誤りと言えない。一向に、領土問題の進展が見えない中、国費を使って、従来のようなビザなし交流を再現なく続けることを疑問視し、事業のあり方や方法を見直すべきとの声もある。2006年8月に、ハボマイ群島、貝殻島沖で発生した第31よし、進む丸事件の際には、地元、根室市が、 内閣府と外務省に対して、北方四島交流事業の中止を求める文書を送付した。また、第31よし進む丸事件の2日後に行われた訪問事業では、予定していた64名中10名が参加を取りやめた。なお、この時の訪問事業には、前原誠司、元民主党代表が参加している。ありがとうございます。